カルロス4世の家族はフランシスコ・デ・ゴヤが1800年から1801年にかけて描いた集団肖像がマドリードのプラド美術館が所蔵している。ゴヤは1800年春から修作の準備を始めたがプラド美術館には5点の修作が所蔵されている。最終的な作品は1800年7月から1801年6月にかけて制作され、 1801年12月に完成した。この作品はマドリードの王宮の私的コレクションに入り、1814年の目録に記載された。1824年には、この絵に描かれた一人であるフェルナンド・7世の命令によって新設されたプラド美術館の所蔵とされた。1942年以来、この作品は、 カタログ番号 P00726 を維持している。この年、この作品は、当時、プラドの副館長だった、フランシスコ・ハビエル・サンチェス・カントンが編纂し、後に出版された、博物館の所蔵目録に登場した。この作品は、フアンデビア・ヌエヴァが設計した建物の1階に位置する、美術館の第32号室に展示されている。この作品は、ゴヤが描いた、 多数の肖像画を集約的にまとめたもので、彼が制作した最も複雑な構成を持つ作品の一つであり、ルイ・ミシェル・バンドーが1743年に描いたフェリペ5世の家族やディエゴ・ベラスケスによる1656年のラスメニーナス、あるいはフェリペ4世の家族を先例としていた。ゴヤはこの作品の隅々において光の描き方や、 人物の微妙な性格の描写など、優れた技量を発揮しており、それらを強調するため空間はあまり意識させず、描かれた人々の描写における、この不縁で唐突出身の画家の分析力を見せつけている。1789年以来、小屋はカルロス4世の宮廷画家であった。その地位にあったため、またそれ以前にも、スーツ姿のカルロス3世を描いており、 国王の肖像画を描く機会がしばしばあったが、それまでは常に王を単独で描いており、集団の中の一人として描くことはなかった。1800年の春、宮廷画家に任命されてから数ヶ月後、小屋は王室の全員を収めた大きな肖像画を制作するよう命じられた。王妃、マリア・ルイサ・デ・パルマからマヌエル・デ・ゴドイへの書簡によって、この絵の制作、構成の過程は、 段階的に知ることができる。1800年5月、王室がアランフェス宮殿で一シーズンを過ごしている間、ゴヤはこの作品に着手した。5月から7月に彼は王室メンバー各人の自然な姿を捉えた肖像画を描いていった。王妃の求めにより、画家は彼らを一人一人別々に描いたので、長く退屈な時間をかけて、 全員が一緒にポーズを取ることはなくて済んだ。終作として描かれた素描はいずれも基本的な形を捉えた中で赤みを帯びた下塗りと同じような色調による表情の構成に共通性がある。最終的には画面の比率が定まり色の階調には陰影が加わった。7月23日の時点で ゴヤは十点の肖像の修作を記録に残したが、そのうち五点に署名簿を入れ、その五点は、プラド博物館に所蔵されている。すなわち、王女、マリア・ホセファ、王子カルロス・マリア・イシドロ、王子フランシスコ・デ・パウラ、王子、アントニオ・パスクアル、エトルリア・オ・ルイスである。失われた修作は、アグスティニス・ステベア、 工房によって作られた模写が多くの美術館やコレクションに所蔵されており、例えばニューヨークのメトロポリタン美術館には後のフェルナンド7世の肖像画が所有されている。ゴヤは1800年6月から1801年12月にかけて最終的な作品の制作に取り組み完成させて国王に披露した。この絵はかつてバンド堂が描いたフェリペ5世の家族のような もっと大きな画面の作品を期待していた王室一家には受けが良くなかったと言われる。万両の作品は縦4メートル、横5メートルを超える大作であった。しかし評価が低かったということではない。カルロス四世はこの作品をみんな一緒の肖像画と上品に呼んでおり、描かれた王家の人々は忠実に表現されたことを喜んでいたかもしれず。 小屋が誠実に本質を捉えて描いた多くの人物と同様に生き生きとした予防と威厳があり華やかな雰囲気は他の画家にはなかなか描けないものであった。実際、彼の肖像画を同時代の他の画家たちの作品と比較すると小屋が彼らを著しく好意的に描き主人に最善の方針を持って仕えていていたことがわかる。それでも過去にはこの作品の中に ゴヤの君主制の批判を見て、主人のブルジョア的側面を暗示し、カンバスに表現することを、ゴヤは躊躇しなかったとする論もあった。ピエール・オーギュストル・ノワールは、プラド美術館を訪れてこの絵を見たとき、王はまるでバーテンダーで、王妃は、女級のようだ。もっとひどいのは、なんてダイヤモンドを、ゴヤは描いたんだ。と叫んだという。フランスの作家テオフィル・ゴーティエは、この絵を、 富くじに当たったばかりの角のパン屋と彼の妻と呼んだとされ、しばしば小屋は、この作品に描いた主題に対して何らかの風刺の意図を持っていたと信じられている。しかし、そのような考え方は、美術評論家のロバート・ヒューズによって、次のように否定されている。そうした考えはナンセンスである。描く相手を風刺などしていたら、公式の宮廷画家としての仕事は、維持できない。 これは、からかいではない。これが何かであるとすれば、それは追従の類である。例えば、左手に描かれた青い服装の人物は、スペインの政治自然体の中でも最も醜悪な、忌々しいやからである後のフェルディナンド7世なのだが、ゴヤは実に立派な姿に描いている。ゴヤは、物語の構造をこの作品から排除しており、この作品は単に絵画のためにポーズを取る人々を、 描いたものに過ぎない。ラスメニーナスと同じように、画家は裏側しか見えないカンバスに向かう姿で描かれているが、ベラスケスの作品に描かれた宮殿の内部の雰囲気のある暖かな構図は、ゴヤによってピエール・ガシアの言葉で言えば即座に窒息しそうなものに置き換えられており、ゴヤによって描かれた王室の家族は公衆に向かった舞台上にいて、片隅の影の中にいる画家は、 物憂げな笑顔を見せながら、指を指し、連中を見て、自分で判断しなさい。と言っているかのようである。当時の困難な時代情勢も、ゴヤの制作の動機に関わっていた可能性があり、作品の完成は、フランス革命の勃発から11年ほど後だったが、スペインはまだその影響や、革命後の展開への対処に追われており、挙句にはナポレオンによる侵入を許してしまい、 いろいろ経緯を経て、最終的に1808年には、ナポレオンの弟、ジョゼフ・ボナパルトが、スペインの王位に就いた。こうしてカルロス4世の王室は崩壊し、さらに後には、作品制作の時点で皇太子であり、王位を回復した、フェルナンド7世が、スペイン史上最悪の王,王と呼ばれるようになったことを、踏まえ、後年には、ゴヤは、一族の未来をも、この作品、 カルロス四世の家族に描いていたといった見方もなされるようになった。背景の影になったところにかすかに描かれているのはゴヤ自身である。他の人物は左から右へ番号順に以下の通りである。カルロス四世の家族の形図。この絵に描かれた王家全員の並び方には王妃マリア・ルイサを目立たせる意図があり、画面の中央で王女マリア・イサベルの方に母親らしく、 腕を回す彼女は、もう一方の手で、王子フランシスコ・デ・パウラの手を握り、王子はもう一方の手を王とつないでいる。左側には、後のフェルナンド・7世と、その背中を支えるような姿の王子、カルロス・マリアイ・シドロと共に、エレガントな服装ながら振り返るような姿勢で顔が、見えない若い女性が描かれているが、これは、この時点ではまだ存在せず、 選ばれてもいなかったアスティリアス皇妃として小屋が描き、入れたものである。右側には王女マリア・ルイサが夫であるパルマコ・ルイスと共にて幼い王子カルロス・ルイスを腕に抱いている。背景には王の指定がおり、左側にはマリア・ホセファ、右側にはアントニオ・パスクアルがいて、校舎の隣には横顔の頭部だけが見える別の女性の姿が描かれているが、 この女性については、諸説があり、アントニオ・パスクアルの妻で2年前に亡くなっていた、マリア・アマリア、あるいは王の長女で、ポルトガル王妃となっており、何年もスペインには戻らなかったため小屋が描く機会のなかったカルロータ・ホアギーナを王女として描いたとも言う。描かれた人物の配列は、明らかに王朝を表現する意図で考案されたもので、ある。かっこたる意図として伝わるのは、 他山の母親として王妃の姿であり、他方では未来のアストリアス皇妃も書き込むことで子孫の繁栄が、しささら、それはさらに、マリアルイサの腕の中の小さな赤ん坊の王子の存在によっても保証されている。ゴヤは王室の人々をフリーズのような形に立ち姿で配置し、また、ラスメニーナスの人物と同じように豪華な絹の衣装をまとい、 ふんだんに宝石や装飾品を身につけた姿で描き、男性たちは、カルロス三世勲章、金曜盲勲章、聖ジェナーロ勲章をつけ、女性たちは、マリアルイサ勲章の受章をつけている。画家は、こうした細部にもその技量のすべてを用い、王室の人々を尊厳ある姿に描き、君主たる国王の優しく穏やかな性格を強調している。 ベラスケスに捧げられたと見える表現は、同時にオーストリアとブルボンの両王朝を結びつけ、それら王朝の概念を豊富に感じさせるものとなっている。しかし、カモン・アスナールが指摘したように、ゴヤはラスメニーナスに示されたものほど複雑な視点と光の遊戯は考えていなかった。空間を縮約することで、ゴヤは、 鏡の中に映った王の姿と反射と画家が制作中の絵画というモチーフによって生み出された暗示や謎といったベラスケスの作品に見られた多くのバロック的な要素を取り除いた。ナイジェル・グレンディニングはこちら側には木枠が見える大きなカンバスの後ろに画家が自画像を描いたのはラスメニーナスへの敬意が示すものだと推測しており鏡はといえば 国王夫妻が映る部屋の奥ではなく、鑑賞者が占める場所に位置していることになり、そこに王家の人々が映っているはずなのである。フレットリヒトが述べているように描かれている人々の前に鏡が置かれていればこそ、ゴヤはカンバスの背後にいても王室の人々を描けるのである。また、前に置かれた鏡によって、モデルたちは自分自身の姿や並び方の構図の良し悪しを判断。 してから描かせることが可能になるはずである。モデルたちは描かれる姿を確認することができ、また自分たちが重要と思う箇所に変更を求めることもできた。したがって、無慈悲なものとされる小屋が描いた姿は、実際には描写された側が自分自身を捉えていた姿だったのである。制作に当たった小屋の筆遣いは際立ち、ほとんど印象派の先駆とみなせるほどであり。 輝きを用いて巧みな錯覚を仕掛け、衣服や装飾品や宝石の質を描いている。しかし、この作品には進化など王室の権力を象徴するものが書き込まれていない。また、万ーが用いたようにお決まりのパリウムとしてのカーテンを描き入れることもしていない。描かれた仕草は彼らの親密で家族的な振る舞いが非常に人間的な特徴を持つことを示しており、 王女イザベルが胸のごく近くに赤ん坊を抱えている姿は、授乳を連想させるし、ドン・カルロスが兄、フェルナンドを温かく抱きしめる姿は、ある種の怯えと恐怖を示している。カルロス・マリアイシドロのイメージには、修作の段階といくつかの違いがある。イメージはより散漫で、顔は凍りついており、陽気で誠実な王子の性格とは異なっている。それはまた、 スペインの将来の王となる兄、フェルナンドの影にいるように見える王子の複雑な心理を掘り下げていない。この作品の制作より数年前、フランス王国のルイ十六世はパリでギロチンにかかり、フランスのブルボン朝は消滅したようなものであった。しかし、ゴヤは王が自らに課すことができる別の道があること、すなわち、 スペインのブルボン朝は強く、幅広く、多くの子孫を生み、家系の権力を永続させる運命にあることを、ここに提示している。マヌエラ・メナは、ゴヤが王室の全員を描く責務を負っており、すでに死去していた王女マリア・アマリアや、まだ登場していなかった、将来のアストリアス皇妃を描かなければならなかったと、述べている。ゴヤは、かつて、王子ドン・ルイスでボルボンの家族で行ったように、 コーズニ自身を書き込んだが、今回の王室の肖像画では、助官やじ獣たちをはべらせず、ベラスケスのラスメニーナスと同様に、隠された対象性によって集団を配置した。ベラスケスの絵画では、王女マルガリータであった、肖像画の中心軸には王妃がおり、残りの人物たちはその両側にそれぞれ束ねられ、厳格なフリーズにも似た。 小さな空間に埋め込まれた二つの集団に配置されている。ラスメニーナスに捉えられたマドリードのかつてのアルカサル王宮の場面における飾りのない剥き出しの表現は場所は違っていてもボルボの朝の宮殿と視覚的に結びつけられている。すべてはゴヤのカンバスがラスメニーナスに習っていることを示している。背景には2点の絵画が描き込まれているが、 その作者も主題も分かっておらず、これまでに多数の仮説が提起されてきた。その中で、ハーゲン夫妻は、絵画の一つの主題が、ロトとその娘たちであり、宮廷における贅沢三昧を示唆しているのではないかと考えた。しかし、このような仮説は、宮廷におけるゴヤの地位や、彼が王に対して抱いていた、たくさんの感謝の念と矛盾する。この作品の、 媚びを感じさせないという側面は、肖像画における要望の表現に、妥協のない厳しさを持って望むスペインの肖像画の伝統によって説明できる。スペインの肖像画における、この黄金律の最良の例は、フレッドリヒトの見解によれば、やはりベラスケスが、教皇インノケンティウス10世を描いた、教皇インノケンティウス10世の肖像とされる。フェリペ五世の家族、 1743年、北方の諸国とは異なり、スペインでは、集団肖像画はさほど制作されていなかった。宗教画の分野では、作品の制作に資金を提供した人々を描き、入れるという前例があった。この分野の、より複雑な構成を持つ作品としては、エルグレコによる、オルガス博の埋葬や、クラウディオ・コエリョの、カルロス・二世による、生体礼拝があった。 しかし、より厳密な意味で王室の肖像画と考えることができた。唯一の前例は、カルロス4世の家族の正しく直接の先祖を描いていたベラスケスによるラスメニーナスであった。バンドによるフェリペ5世の家族は、スペインのボルボン朝宮廷における集団肖像画の手本となった。作品に書き込まれた素晴らしい彫刻、壮麗な家具、 王室の人々の理想化された態度は際立っているが、それは王室の存在を正当化し、彼らを決闘と美しさの理想に近づけるためである。ゴヤはこうした特性をすべて捨て、より人間的な方法で国王を描いた。王子ドン・ルイースの家族、1783年。ゴヤはこの作品以前にも王子ドン・ルイースの家族を手掛けた際に、 王室の一員から移植された集団肖像画に自画像を組み込んだことがあった。ゴヤがベラスケスの作品を数形していたことを考えると、これはラスメニーナスの例を念頭に置いての行為であるかのように思えるが、実はそのように自画像を書き込むよう指示したのは移植者である王子自身であり、それはこの作品の重要性を高めるためであった。一方、ゴヤは、 より現代的な方法で場面を構想しており、横向きに描かれた王子はトランプを乗せた緑色のマットが敷かれたテーブルに向かって座り、その周りでは彼の家族や友人たち、召使いたちが和やかに語り合っている。しかし、同時に小屋は自分の姿が主題から距離を置くようにする術も心得ており、謙虚さを持って自分自身を描き、背中を向けてかがむ姿を 影の中に描いた。カルロス4世の家族の場合、画家が自身の姿を描き入れることが、画家の着想だったにせよ、王室側の意向だったにせよ、ゴヤはラスメニーナスに近い手法を取ったことになるが、今や筆頭宮廷画家となったゴヤは、かつてフェリペ4世の宮廷で、ベラスケスが同じ地位にあったことを踏まえ、ベラスケスに近づいたと感じていたのかもしれない。しかし、 ここでも小屋は謙虚に距離を置く手法を心得ており、背景の影に入ったカンバスの位置に身を置いたのである。ラスメニーナス、1656年。ラスメニーナスを思わせる他の特徴には、後景の壁に2枚の絵画が描かれていることと、小屋がカンバスの背後に王に仕える創作者としての役割を持った自身を描いたという前述の事実がある。小屋はベラスケスを レンブラントと自然と共に自分にとっての死である三者の一つとみなしていた。しかし、ゴヤはベラスケスの傑作からも距離を置いていて類似性が見出せるのは周辺的な細部だけであり描かれた空間は奥行きもなくバロック的な暗示は盛り込まれていない。アラゴン州出身のゴヤは密閉され光も不十分な好ましくない空間に人物を置いているが それは画家にとっても都合の良いものではなかった。リヒトはベラスケスの場合とは異なり、画家の工房はゴヤによって居心地の悪い不愉快な刑務所に変換されているとして、ジャニストム・ムリンソンの議論を踏まえながら次のように解説を締めくくった。ベラスケスにおいて女子詩だったものがゴヤにおいては小説になった。ベラスケスの画面にあった緊張感は消え去った。セビリア人は 地上を支配するために神によって選ばれた家族を見ることができる場所を私たちに与え、遠曲な方法で光源を描いているかのような調子を出していた。ゴヤは私たちを排除し、それによって光源を排除する。ベラスケスは王家の祖先がどこから来たのか、どこにいるのか、どこに向かっているのかを示してくれる。カルロス四世の家族はどこからともなくやってきて、 どこにも向かう先はない。フェルナンド6世とバルバラでブラガンサの宮廷、ジャコポ・アミゴーニの失われたものと考えられている、海外に基づく版画が。ゴヤは宮廷で、イタリアの画家ジャコポ・アミゴーニが描いた、フェルナンド6世とバルバラでブラガンサの宮廷を見る、機会が確実にあったが、この作品は現在では失われたものと考えられている。残されているのは、 この作品に基づく版画だけであるが、そこからは、ゴヤの画面との類似点を見て取ることができる。国王夫妻は、ゴヤの作品と同じように画面の中央に置かれ、家族や帝臣たちたちが、両側に描かれている。この夫妻には、子がなかったので、子孫ではなく、宮廷の女官たちや閣僚たちが描かれている。ありがとうございます。